今回はですね、愛知県北設楽郡豊根村の茶臼山高原のところにね、いますね。今、茶臼山高原道路をね、走ってきましたね。今、気温ちょっと出てましたけども、15度ですね。あ、だいぶ色づいておりますね。茶臼山高原のね、紅葉を見に来ました。まあ、茶臼山高原っていうのはね、あまりですね、紅葉で有名ではないんですけどね。まあ、ちょっと走ったらね、かなり紅葉してましたんで、カメラをちょっとね、回しました。いい感じですね。さあ、それではですね、第二駐車場に行ってみましょうかね。このまままっすぐね。じゃあね、そこのね、まあ、トンネルをくぐった跡がね、第二駐車場になりますね。あ、結構人がいますね。みんな紅葉を見に来たんでしょうかね。さあ、それじゃあね、行きましょうか。ここはね、連絡通路でちょっと通り過ぎましょうか。まあ、紅葉し始めでしょうかね。まだね。でも結構色づいてますね。やっぱ高いね、高原だけありましてね。ちょっと肌寒いぐらいですね。冬の格好じゃなくてね、秋の格好をしてきましたんでね。まだ下界は夏の残りがありますんでね。まだ暖かかったですね、今日なんかね。さあ、じゃあ第三駐車場の方もちょっと見てみましょうか。とりあえずね。まあまあ結構やっぱここも辺もね、紅葉してますね。まあ、ここから見てもね、わかりますね。はい、じゃあ第三駐車場はどうでしょうか。ここはまばらですね。はいはい、まあまあ、雇用し始めってところでしょうかね。まだまだ楽しめそうですね。さあ、それではですね、じゃあやっぱ第一駐車場に戻ってみましょうかね。まあ、ちょっと明るくなってきましたね。ちょっと曇ってましたけどね。やっぱ山の天気はちょっと変わりやすいですかね。さあ、第一駐車場はどうでしょうか。あ、第一駐車場もいっぱいですね。平日なのにね、今日は木曜日ですんでね、いっぱいですね。リフトのあたりもね、結構紅葉してますね。あ、この辺もしてますね、やっぱね。はいはい、色づいております。で、バイクの人も結構いますかな、ね、ちらほらとバイクの駐車場もね。そこの正面がちょっと紅葉してて綺麗ですね。第二駐車場の連絡通路のところですね。じゃあもう一回ですね、第二駐車場の方へ戻ってみましょうか。あそこがやっぱ一番綺麗だったかな。ちょっと角度によってもね、一度変えると違いますね、やっぱね、見え方がね。太陽の出方にもよりますけどね。さあ、そこを左折してね、行ってみます。
あ、結構綺麗ですね。やっぱ登りながら見た方が綺麗な感じしますね。光の関係でね。まあ、光の関係でだいぶね見え方違いますね。まあもともとがねそんなにね紅葉する木ばっかじゃありませんのでね、この辺はね。まあ山の方もね、あそこのリフトのあたりもね結構紅葉しておりますね。さあ、それではやっぱ一番気に入ったところはここですね。このリフトンのところですね。ここが一番綺麗でしたね。行きがけ来る時もね通ってきましたけど、ここが一番ハイライトじゃないですか。行きがけよりも帰りの方が綺麗な感じしますね。光の加減でしょうかね。色づいて見えますね。うん、リフトに結構ね、乗ってる方もいますね。まあ、ここをね、左折すると、さっきのハンドドのね、まあ、第三駐車場の方にね、行きますね。この辺もまあまあかね、茶臼山高原道路も紅葉しておりますね。いいじゃないですか。まあそんな感じでしょうかね。参考になったでしょうか。まあもうちょっとね、大丈夫そうですんでね、まあ見に来てはいかがでしょうか。もう1週間か2週間ぐらいは大丈夫そうですね。それでは、今回の動画は以上になります。